はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますと、とてもとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日のテーマはこちらです。なぜスタッフは去っていくのか。離職に歯止めをかけろ。コロナ退職期を乗り越える3つのポイント、こちらについて、解説させていただきます。この動画を最後までご覧いただくと、なぜ自社からスタッフは去っていくのか、その理由から離職に歯止めをかける具体的な3つの方法が分かりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さあ、離職に歯止めがかかりません。どうしたらいいですか。あるホテルの経営者からの切実なご相談です。私はですね、ホスピタリティコンサルタントとして日々さまざまな企業にお邪魔をしているのですが、このような課題はこのホテルだけでなく、サービス業どの企業に伺ってもですね、程度は違えど同じような課題を抱えています。そしてこれまでの転職はホテルであれば、新しいホテルにヘッドハンティングされたり、自身のキャリアアップのために違うホテルに転職するといったですね、同業種に転職するケースが多かったのですが、ここ最近の転職するスタッフは同じ業種ではなく異業種に転職をするというのが特徴です。それではなぜここに来てスタッフは自社を去り異業種に転職をするのでしょうか。その要因はやはりコロナに原因があると考えられます。コロナ禍によってですね、営業自粛やスタッフの自宅待機が余儀なくされたサービス業、売上が激減し、雇用調整助成金と借り入れで何とかしのいできました。その間にも自宅での待機する時間が長いがゆえに、このままここにいて大丈夫なのか、また違う感染病が流行ったら同じ目に遭うのではないか、この業界に未来があるのか、それまでは忙しくて考える余地もなかったのですが、いろいろなことを考えるようになります。そしていつまで続くかわからないコロナ禍への不安や、このまま自宅待機の毎日を送って良いのだろうかといった疑問から、退職という道を選んだスタッフが多かったのもですね、事実としてあります。企業サイドもですね、本来であれば必死で引き止めるところがですね、売上の激減によって背に腹は変えられないといった理由で、優秀なスタッフでも退職届を受理せざるを得ないという状況でした。そんな第一次コロナ退職期が過ぎ、コロナも落ち着き始め、全国旅行支援などでお客様が一気に戻ってきました。本来であれば自宅待機や出勤しても利用客が少なくて退屈だった毎日からですね、お客様が戻ってきて、お客様に接客できる喜びを感じて、水を得た魚のように働けると思ったのですが、思いのほかスタッフが減っているところに来て、リバウンド需要で、少ないスタッフで現場を回すことを余儀なくされました。それに加えられてですね、暇慣れをしてしまってですね、そんなところから急激に忙しくなったので体がついていけないという声も多く聞こえてくるようになりました。このような事象によってですね、コロナ禍をこらえてとどまったスタッフたちもですね、またコロナ前のあの忙しい毎日が続くのはつらい、体がついていかない、人員不足なのになかなか人員補充がされないため、この忙しさに耐えられないといった理由で疲弊していき、退職という道を選ぶ、現在は第2次コロナ退職期を迎えています。それではどのようにすればスタッフの離職を止めて立て直すことができるのでしょうか。私はですね、そのポイントは3つあると考えているんです。まずポイントの1つ、この仕事の喜びをもう一度全スタッフに共有するということです。サービス業の現場は少ない人員でオペレーションすることを余儀なくされているため、本来自分たちの仕事の喜びや意味を見失っているように感じます。サービス業の仕事の喜びは何といっても、人の喜びや幸せに直接貢献できる仕事であるということです。私たちサービス業の現場は、私たちの人的サービスによってお客様という人に大きな喜びや幸せを直接与えられる仕事であり、そのお客様の喜んでいただいた笑顔や感謝の言葉、つまりお客様という人によって私たち働く側も大きな喜びや幸せをもらっているんです。これはですね、サービス業ならではの最大のメリットであり、仕事をしてお金をもらいながら
大きな喜びや幸せを日々実感できる仕事である。このことをですね、もう一度スタッフ全員と共有することが重要であると考えます。そしてポイントの2つ目、スタッフ全員の意識を内向きから外向きに変えるということです。現在スタッフの意識は人がいないので現場を回すのが精一杯。なんで会社は人を補充してくれないのか、現場がこんなに忙しいのに上司が手伝ってくれないといったですね、会社の内側の課題ばかりに目が向いています。しかしポイント1でも解説したように、本来サービス業で働いている私たちはお客様の笑顔を見たい、お客様にありがとうと言われたいと思って仕事をしていたはずなのに、社内の課題ばかりに目が向き、意識が内向きになってしまっているのが現状です。現場が疲弊している今こそお客様に意識を向ける、つまり外向きに意識を向けることが重要なんです。そしてポイントの3つ目、新人教育に力を注ぐということです。この第2次コロナ退職期は現在が過渡期であり、もうしばらくすると落ち着くと私は考えています。しかしスタッフの補充や現場への配慮がおろそかになると長期化する可能性も十分に秘めています。その点ではスタッフ採用は会社の最重要課題であることは間違いありませんが、もう一つ重要なのは、これから入ってくる新人をいかに大切に育てて早期戦力化できるかどうかです。ここまでお伝えしてきたように、現場は多忙を極め、新人が入社しても教える人がいないという現実もあります。しかし忙しいことを理由に新人への教育を怠ると、新人は放置されている感で居づらさを感じて早期退職を選択するようになってしまいます。これではですね、せっかく離職に歯止めをかけ新人を採用して立て直そうと思っても人員不足の悪循環は止まりません。まずは新しく入ってきたスタッフに対して、忙しさのあまり場当たり的になりがちなこの新人教育をですね、指導内容、指導期間、達成レベルを定めて OJT の計画書を作成して体系的に教育する、そういった仕組みを作ることが重要なんです。ぜひこのような3つのポイントを意識して、いただきですね、人員不足の負のスパイラルから脱出していただきたいと思います。そういった意味では、今サービス業は踏ん張り時であり、この人問題を乗り越えた、つまり人を制した企業こそがこれから先もサービス業で生き残る、繁栄し続ける企業であると私は確信しております。ザ・ホスピタリティチームではサービス業に特化した人材育成の研修やコンサルティングのサービスを提供しております。特に今回のテーマでは、部下育成実践研修や OJT 教育の仕組みを構築するコンサルティングのサービス、そして新たに忙しいサービス業の現場のためにですね、新人自身が接客サービス業をですの基礎をですね、一人で自習できるオンデマンド研修のコンテンツも始めました。記者のですね、人問題の解決の一助になれば幸いでございます。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。またこのチャンネルでは、これからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネルを登録していただけますと私もとても励みになります。そしてザ・ホスピタリティチームでは、サービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。そして私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より、発刊されております。こちらも詳しくは、概要欄をご覧いただければと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にしてですね、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。